おはようございます。ケンです。ロボタクシーの実用化に向けて、いよいよ動き出すテスラ。その一方で、ウェーモやズックスなど、ライバルたちも静かに、でも確実にサービスエリアを拡大しています。そして、イーロンマスクさんが示唆した FST コンピューターの次世代モデルや、人型ロボットのオプティマスの進化も 今後のテスラの未来を語る上で見逃せません。さらにアメリカ製の EV ランキングでテスラの強さ、中国 EV メーカーの猛攻、そして6月22日に控える注目イベントなど、今テスラの周辺では多くのことが同時に進んでいます。この動画ではこれらのニュースを一つずつわかりやすく解説しながら、 テスラ投資家としてどう考えるべきなのか、そしてテスラオーナーとして何を注目すべきなのか、一緒に整理していきたいと思います。ぜひ最後までご視聴ください。では、まず最初の話題はロボタクシーに関してです。いよいよテスラがロボタクシーを6月22日にアメリカテキサス州のオースティンでスタートさせます。この動きに合わせるように、ライバルであるウェイモも構成をかけています。 ウェイムはサンフランシスコとロサンゼルスのサービスエリアをそれぞれ約50%拡大したと発表しました。新たに対象となる地域にはパロアルトやメンロパーク、そしてシルバーレイクやエコパークといった都市も含まれています。さらに注目すべきはアマゾン参加のズークスです。ズークスはカリフォルニア州に初のロボタクシー専用の量産工場を開設しました。 最大で年間1万台を生産できる体制で、まずはラスペガスでの運用が予定されています。このようにテスラが動けば、ライバルも即座に反応するという構図が今まさに進行しています。ただし、テスラの優位性は、台数ではなく FSD、つまり完全自動運転の技術力そのものにあると言われています。では、テスラの FSD はライバルであるウェイモーと比べて、 本当に優れているのでしょうか実は、ブルームバーグの分析によると、テスラの FSD は、ウェーモよりも7倍安全で、7倍コストが安いと評価されています。まず、安全性です。 記事によれば、ウェーモは100万あたり1.16件のクラッシュが報告されていますが、テスラの FSD ではそれが0.15件にとどまっているとのことです。つまり、ウェーモよりも約7倍事故率が低いということになります。さらにコスト面においても、テスラには大きな優位性があります。ウェーモの車両にはライダーや高精細センサーを多く搭載していて、 一台あたりのコストが非常に高額です。一方でテスラは標準装備のカメラを中心としたビジョンオンリーという戦略をとっていて大量生産にも適しています。また収集している走行データの量も圧倒的です。ウェーブがこれまでに集めたデータが約2200マイルであるのに対してテスラはなんと30億マイル以上のデータを蓄積しているとされています。 この膨大なデータが FSD の進化を加速させているわけです。こうした数値はもちろん現在の段階でのものではありますが、それでもテスラがウェイモ o に対してどれほどスケーラブルで将来性のあるアプローチをしているのかっていうのがわかるんじゃないかなと思います。では、ここからはテスラが FSD の進化を支えるために取り組んでいるハードウェアの最新情報を紹介します。まず紹介するのは AI5 と呼ばれる 次世代 FST コンピューターです。この AI5 はこれまでのハードウェア4、正式には AI4 と比べて処理能力が最大5倍に向上すると報じられています。現在のハードウェア4は約5000トップス、つまり1秒間に500兆回の演算処理が可能と言われていますが、AI5 では 2000から2500トップスに達すると予測されています。この進化によって f s t がよりリアルタイムに多様な状況を高精度で判断できるようになると期待されています。 一方で、もう一つ注目されているのが、人型ロボット、オプティマスの開発です。イーロン・マスクさんは、このオプティマスの Gen3 について、So many improvements と述べており、Gen2 からのさらなる進化が進んでいることが示されています。Gen2 では、動作速度が30%向上し、重さが約10キロ軽くなり、さらに手の自由度が11から22に増えたと報告されています。 これにより、ヨガのポーズを取ったり、卵を割らずに持つといった精細な動きも可能になっていることがすでに公開されています。このオプティマスが FST と連携し、将来的に工場や日常の中で人間と同じように動き、判断するようになるかもしれません。 こうした技術の進化がテスラの競争力の源であり単なる自動車メーカーではなくテクノロジー企業としての存在感を高めていますでは次に注目したいのは今後のテスラにとって大きな転換点となりそうな日付6月22日ですこの日テスラはついにアメリカオースティンでロボタクシーサービスを開始すると報じられていますこのタイミングに合わせるようにトランプ政権が 自動運転者向けの新たなルール策定に動いているとも言われています。この動きが実現すれば、テスラの FST やロボタクシー展開にとっては、追い風になる可能性があります。投資家の間では、6月22日の発表前に、株価がすでに折り込み済みとなり、その後、材料出尽くしで売られる、いわば、セルザニュースが起きる可能性もあると見られています。 とはいえ、今回のロボタクシーの開始は、単なるイベントではなく、今後の事業展開に直結する大きな一歩です。このように、6月22日は、テスラにとって技術面だけではなく、政治的にも、そして株式市場的にも、重要な一日になりそうです。 では、ここからはテスラにとって最大の競争相手とも言える中国の EV メーカーの動きについて見ていきます。まず注目すべきは中国国内での EV 販売台数の急増です。昨年中国では600万台を超える EV が販売され、すでに新車販売の半数を超える割合になっています。 特に BYD を筆頭にした中国メーカーは価格競争を武器に世界市場へ構成をかけていて、すでにイギリスでは中国製 EV が全体の9.4%のシェアを占めるまでに拡大しています。しかも中国はバッテリーやモーター、車載ソフトウェアに至るまで国内での一貫供給体制を確立していて、この点が非常に大きな強みと言われています。 テスラにとっても中国は重要な生産拠点であると同時に最大のライバルがひしめく市場でもあります。価格競争の激化は今後テスラのマージンや販売戦略にも影響を与える可能性があるため注意深く見ておく必要があります。一方、アメリカ国内ではテスラが最もアメリカで作られている車として4年連続でランキング上位を独占しています。 カーズトコムによると、アメリカ製インデックスでは1位から4位まで全てテスラが独占し、EV がトップ10のうち6車種を占めたのは史上初とのことです。このことからもわかるように、 テスラはアメリカ製であることの強み、つまりサプライチェーンの地産地消と政策的支援を受けながら国内市場での優位性を維持しています。グローバル競争では中国のボリュームと価格構成にどう対抗するのか、そしてアメリカ国内では品質とブランド力でどれだけ差別化できるのか、 まさに今、テスラは二正面作戦とも言える複雑な状況に直面しています。はい。では、ここまでテスラを取り巻く最新の動きをお伝えしました。ロボタクシーの開始に向けて動き出したテスラ。これに反応するかのようにサービスを拡大するウェイも、そして、ズークスの量産体制。さらに、FST の精度とコストで圧倒的な優位性を示しながら、 次世代チップ AI5 や人型ロボットオプティマスの開発も着々と進んでいます。政治的にはトランプ政権による規制緩和の兆しがテスラに追い風となり株価も注目が集まっています。そして世界に目を向ければ 中国勢が低価格と大量生産で構成を仕掛けている中、テスラはアメリカ製 EV というブランドを武器に独自のポジションを築いています。テスラは今まさにテクノロジー、政治、市場という3つの軸で重要な局面を迎えていると言えるでしょう。皆さんは今回のニュース見てどう感じられましたか ロボタクシーの未来 fsd の進化中国 ev との競争そしてテスラ株の今後についてぜひ皆さんの意見っていうのをコメントで教えていただければと思いますでは最後にテスラの株価をチェックしていきましょう本日は上昇し現在321ドルとなっておりますはいでは本日の内容は以上です今回の動画が参考になったと思われたら高評価をよろしくお願いします僕の youtube は毎日発信しています僕の youtube をご覧になってもらえばテスラの情報はほとんど網羅すると思いますのでチャンネル 登登録録がままだな方はチャンネル登録をお願いしますでは、今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた推進です。もし、テスラの購入を検討されているなら、僕は中古をお勧すすめします。テスラの場合はアップデートするので、去年買おうが 今顔が中身は同じです。モデル 3Y、それぞれデザインは変わりましたが、基本的な中身は同じです。それを踏まえると一番のおすすめは、ハードウェア4搭載の中古を買うのがいいと思います。実際にテスラに乗って、テスラ情報を収集していると、購入前に不安だったバッテリーの問題、これはもう全くなくなりました。 テスラの場合は30万キロ、40万キロは全然走ると思います。それを考えると10万キロ以上走っているテスラとかがかなりお買い得じゃないかなと思います。なので新型のデザインでないと嫌というのがないんだったら僕は中古をお勧めします。毎週中古テスラ情報を見ていますがモデル3に関してはハイランドも出てきています。モデル Y も最近増えてきました。もし中古のテスラに興味がある方は概要欄の県のサービスの一覧から中古テスラ情報の LINE を用意していますので でご登録されてください中古テスラ情報を定期的にお届けします個人だけではなく法人契約も可能ですぜひ情報だけでも欲しいって方も登録されてみてくださいはいでは本日も最後までご視聴していただきありがとうございます素敵な人日をお過ごしくださいではまた